クロード・ド・ロレーヌ、または、クロード・ド・ギーズは、初代ギーズ校。ロレーヌコールネ2世とその妻で、ゲルデルン校、アドルフの娘であるフィリッパの間の次男。兄は、ロレーヌ校、アントワーヌ。フランソワ1世のフランス宮廷で教育を受ける。17歳の時にクロードは、ブルボン家のバンドを無白、フランソワの娘アントワネットとの結婚によって、フランス王室の同盟者となった。 クロードはマリニアノの戦いにおいて目覚ましい活躍をしたが、この戦いで彼が受けた二十二の傷が癒えるには長い月日を要した。1521年にはバスクのオンダリビアの戦いに参戦し、この地のダッシュに貢献したとフランスは一世の母ルイーズからも称賛された。百二十三年、シャンパーニュ及びブルゴーニュを侵略した神聖ローマ皇帝カール五世の軍隊を ヌフシャ島にて打ち破り、この地の統治者に任命された。1525年には、ロレーヌで勃発していた、最先霊派の農民戦争を制圧した。1528年に、フランソワ一世が、カール五世の捕虜から解放されて戻ると、クロードはギリーズ公を受釈され、フランス貴族の仲間入りを果たした。それまで公釈くらいのフランス貴族位を有するのは、 王家の羊を持つ者だけに限られており、極めて異例であったと言える。ギーズ家は、その後もロレーヌ公の文家かつバロアン・ジュ家の子孫として、ブルボン家出身のコンデ公やコンティ公に対する優位を主張した。ギーズ家の人々のこうした野心や要求は、フランスワは一世の不況を買ったが、それでも、フランスワは一世は、ギーズ家のフランス王家への奉仕への見返りとして、 土地や資金を豊富に与えた。クロードは1542年のルクセンブルク侵攻でも大活躍を見せたが、晩年は活躍を子供たちに譲り、静かな余生を過ごしたという、ギーズ校の文章。ありがとうございます。